なんか品川駅4番線の様子がおかしかったみたいです。どんなおかしいことが起こってたかちょっと見に行ってみましょうか。発車表は最新の液晶式が使われていますね。でもまだ何が変なのかわかりませんね。電車が来ればわかりそうですかね。ちょっと待っててみましょうか。京浜東北線4番線に E233 系が入線してきました。つい最近までは新車って印象だったのに、もう13歳の車両ですよ。こういう放送が使われるのって、大抵 ATOS が故障した時です。今回の品川駅も例外ではなかったようです。以前にも秋葉原で ATOS が動作しなくなったことがありまして、その時は同じように約1日のみユニペックスの放送がされました。しかし、品川駅の場合はこの放送が東海上にわたって使われたので、そうした意味でもレアケースだったと言えます。ちなみに今はもう ATOS に戻ってます。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。まもなく4番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。4番線、ドアが閉まります。ご注意ください。